どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールアルイ、コールトゥーイグジスト。国立アイソレート主要ブロックでのサバイバルシングルですね。難易度難しいなんですけど、今回使っていくのはアリマ、希少。で、こいつを使えば、最後まで一回もダウンせずに、最終的なスコアランク、トリプル S を取れるんじゃないかなと思ってます。そこを目指して今回やっていこうという企画であります。では、行きましょう。まあかなりね、難しいだけに難しいんですけど、まあ多分コツはもうこれですね。このチャンショット、こいつをうまく使っていけるかが肝になってくるとは思います。まあこいつ使っとけばザコ敵はチャージしなくても一発で吹き飛ぶんで、こいつうまく使いつつ、まあ、当てるのが難しいんです、うん、本当に当てるのが難しい。で追撃をこまめに入れて、いかにこの必殺技で必殺技キルを取っていけるかが重要になってくるんじゃないかなと思うんですけど、多分普通に倒してるよりかは必殺技で倒す方がいいですよね。まあ必殺技、うん、中ボスとかに使いたいところではあるんですけどね。はい、追撃を入れて、ゲージが無限の時にできるだけこの鳴神ショットを使っておいて、あーやべ、美覚に捕まった。はいはいはい、 OK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  鳴神打ってればなんかかなりダウンしやすいような気もする。はいはい、ズバン。イグザのあれですね、このガードからのカウンターで下から突き出るやつ、あれを使えばかなり広範囲の敵に当たるんで、あれも使えれば使いたいんですけど、その技術が俺にはまだない。ウカクとかがいてくれれば、ウカクがね自分の方にヘイト向いてるときはかなり、いててててててここイグザポジやな。これイグザポジ、はい、ズババ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 ンと。オッケーオッケーオッケー、10人ぐらいいったかな、15人いったね。かなり稼げたぞ今ので。はいはいはい、チャージしてチュイン、ドゥクシュー、あ外れたこんな感じでね、スティックをちょっと倒してると最後の最後で方向転換ができるんですけど、まあゆっくり曲がる、もうカグンって曲がるんでね、アリマの角度が。はいはい、柔道ちょっと上に乗っかってくれないかな。上に乗っかってくれるとあの敵は動かないからすげえやりやすい。で追撃入れて、追撃でとどめを刺すともう一回追撃を入れるっていう、一度で二度美味しいみたいな、違うか。はい、オッケー。で中ボスを倒す。でまあ中ボスを倒し早く倒すこともかなり肝になってくるんじゃないかな。で中ボスを倒さないと次の敵が現れないみたいな、次のウェーブに進むためにはこいつらを倒しなさいよみたいな場面が多いんで、ででででで、オッケー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 、はいやってくれ最高。はい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 、あー外したか。今起き上がった瞬間に鳴神当ててダウンを取るっていう俺の最高の3段が。で重蔵が捕まえてくれてるから俺は入れて追撃でとどめを刺す。で追撃でとどめを刺したら、あーとどめになってなかったか、先走っちゃった。でもこれでまた追撃入れるから入れて、でね鳴神で倒したいけど、はいはい、こっち先行こうか。はい、ほいほいほい、はい、なき走り回るな、ちょこまかちょこまかと。はい、あこいつすごいアクティブに動くね、なんなんだ。はいはいはい、そろそろダウンしてくれ頼む。あーやばい、死にそう俺が。はい、やばいな、回復して、いやーこの中ボスにやっぱり手間取るんだけど、ほい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 、鳴神入れて追撃でとどめを刺す。まあ今ゲージ溜まってるからもう、ああ追撃を入れるタイミングかなり見計らって入れてるつもりなんだけど、まあミリ HP が残ってたりするね。チャージして当てていくよ。するとね、がっつり今めちゃくちゃ削れたの分かるかな、すごい削れるんですよチャージ。だからチャージしてる間は隙が大きいんだけど、やっぱりチャージはした方がいいと。でまた、雑魚的ゾーンに入ったから、ここで必殺技イグザあたりを使っていきたいけど、なかなか敵は固まってくれないね。多分ねここねまた中ボスが出てくるから、そいつに必殺技当てつつみたいな、そういうあれだね、ムーブをしたいね。必殺技当てつつ周りの敵を狩るみたいな。はい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 、出てくるよね、多分出てくると思うんだけど。んでもうちょいしたらね、絵とか出てくるでしょ。絵とか出てきたらそこで覚醒を使っていきたいね。イグザを使って必殺技キルを取りたいが、そんなにいなかったね。何人キルしたんだろう、3人かな。
はいはいはい。いやでもやっぱ有馬の必殺はかっこいいな。ナルカミもイグザも。どっかダウンしてる敵いないかな。はいはい。あ、いるね。追撃を入れて、追撃を入れて、いや、エイト来るか。あー、エイト来ちゃったか。エイトが来るとすごい敵の数も湧くんですけど、まあエイトのね、うかくの攻撃が本当にきつい。よいしょ。お、いいね。ほら、鳴神だけでこの7人同時キルとか普通にやってのけちゃうんで、必殺技並みの救出するんだよね、これの鳴神のこの直線上にやる射撃は。はい。で、追撃もしっかり入れて、5人同時キル、気持ちいいよ。はい。目の前の敵はさ、バタ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 って一気に倒れていくんだよね。はい。ただ中ボス、お前はダメだ。はいはいはい。ちょっとこいつに追撃を入れて、いやー、エトが猛威を振るってるね。はいはいはい。やばいやばいやばい。出て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 。やばいよ、ダウンしちゃうよ。危ない。回復して、エトをどうにかダウンさせれれば、一旦足を止めたいね。はいはいはい。はい。ちょっとエトにタゲを持っていかれるんだけど。こいつでかいから。こっち向かないで、お前のうかくが飛んできた瞬間なんかもう死ぬ予感しか。いって、これ後ろにも判定あるのか。はいはいはい。はい。はい。やばい！やばい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 。回復して、あぶねえ。本当に危なかった。覚醒。はい、袋を出していくよ。はい、ブン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 からの輸入確証でズボボボボボボボ。はい、ズボボボボボボボ。オッケー、串刺し。いいね。やべえ、覚醒エージが溜まってる間に次の敵出てきてほしい。早く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 、来た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 。オッケーオッケー。はいはいはい、ブンブンブン。袋を振り回していくよ。はい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 、ほいほいほい。バリバリ気持ちいいけど袋。敵がもう溶ける溶ける。んで、鳴神でズババババンと。はい、ズババババン。あとは、どれだけキル数を伸ばせるかにかかってるね。ちょっとエトを倒すのかなり時間かかっちゃったんだけど。はい。はい、追撃入れて、回復はもうコマにしていこう。いっぱいあるからね。はい、オッケー。敵を一箇所に固めたいから、まあ、雑魚敵が出てる間、鳴神じゃねえわ。なるべく、味方と固まってもいいかもしれんな。はい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 、ズバン。はいはいはい、ズバン。あ、やべ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 。はい、6人同時キル、鳴神で。はい、ズバンで回復して、はい、7人同時キル。気持ちよすぎる。サイコもそこそこ吹き飛ばしてるな。はいはいはい。で、もう足元がよ。足元がもう死体の山だよ。はい。あー、これ鳴神で吹き飛ばすぞ。ういー、はい。鳴神で13人同時キル。必殺技並みのキル数よ。これがサバイバル。はい、追撃を入れて、あー、回復しないとまずいか。回復して、やばいね、やっぱ強えな。破格の性能だと思うわ、プレイヤブルキャラクターの中では。本当にもう俺全然あれだもんね、 CRC ガスとか。そういや今思ったけど使ってなかった。うん、もっと使えばよかったと後悔しております。ほい、いや早くダウンを取りで。ほいほい、イグザー、ほいほい。いやー、これ鳴神で吹き飛ばしてもいいが、あ、オッケーオッケー、ダウン取れたね。はいはいはい。あー、いててて、突き穴が強い。鳴神のチャージショットを食らわしていく。はい、ダウン。ゴリ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 削れるよ。チャージショットを起き上がった瞬間にまた突き刺していく。やばい、死ぬ。回復して、鳴神のチャージショット食らわしていく。いって、あいつなかなかやるな、あの輪郭。はいはい、チュインズ、ババババババ。オッケー、倒した1人。いや、こっから打ってる、芋って打ってるだけで敵はどんどんダウンして倒れていくんだが、さすがに強すぎやしませんか。ちょっとこっち行こう。はい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 。おい、ちょっとみんなこっち来てくれ、頼む。おい、あと1分か。いやー、300体乗るかな。乗らねえか、さすがに。いっぱい敵が出てきてくんないと。300体乗るのはきついか。追撃を入れて、必殺技を打つ準備は俺にはもうできてる。
はい。さあ、クライマックスの音楽は鳴り響いてるよ。おい、キルして。もっともっと、もっとバラバラ降りてこい。チャージショットを当てていく。OK、もうこれ今のが最後の回復だろ。はいはいはい。イグザでやるか。もっともっと、もっともっと、もっともっと今か。まあ、味方に取られたか。何人キルしたんだ。味方に取られたかな。8人か。おい、いやー、300人乗せて、300人乗せたいぞ。ほいほいほい。はい、ここか。鳴る神だ。ドゥルルルルル。おほ、鳴る神の射撃ってあんな長かったな。はい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 、ズバン、はいズバン、はいズバン。いやー、299。最後、最後どこに敵がいるのか分かんなかった。299か。もっと伸ばせたな。ちょっとエイトのとこで下りましたね。お、でもトリプル S 取れましたね。まさか取れると思ってなかったけど。はい、ということで今回は、難易度難しいのサバイバル、有馬気象を使えば1回もダウンせずにトリプル S レートを取れるんじゃないかという、挑戦でした。まあ、まあ余裕だったのかもしれない。今思うと。うん。というわけでお疲れ様です。また次回の実況動画でお会いしましょう。